え、ここはどこ？こっち側？いや、女湯ですよね。これまでのあらすじ、グレイグ率いるデルカダール兵の追撃を振り切り、見知らぬ地へたどり着いたアイノとカミは、旅の汗を流すため、ホムラの里の虫風呂で休むことに。そこで、ルコという迷子の少女の家族を探していく中で、二人は妹を探しているベロニカという少女と出会う。アイノはベロニカの双子の妹、セイニャとも出会い、二人が勇者を導く使者で、かつて邪悪の神と戦った勇者の生まれ変わりが自分だということを知る。一行は、再び勇者が誕生した理由を突き止めるため、勇者とゆかりの深い命の大樹へ向かうことに。命の大樹へ向かう手がかりを求めたアイノたちは、情報園ルパスからサマディという王国で大樹の枝とおぼしき七色に輝く枝を見たと話を聞く。ベロニカとセーニャを仲間に加えた一行はサマディ王国へと向かうのであった。よくぞ戻られたアイノ殿。王神よ、この者たちに聖なる過去はのあらんことを。ほい、ということで、今回もやっていきます。とりあえず、村の出口はこっちか。あ、ここやね、ここやね。あ、そうだわ、アイナ。これから長い旅になるでしょ？とても便利な呪文を教えてあげれば。ちょっと待ってね。お、ルーラじゃない？違う？えい。おー、やったね。アユナはルーラの呪文を覚えた。これでよしっと。そのルーラの呪文を唱えれば、今まで訪れた町にすぐ移動できるの。後でここに来たくなったら、呪文のルーラからホムラの里を選べば、また戻ってこられるはずよ。さ、無事にルーラも覚えられたことだし、大樹の枝を探す旅に出発しましょう。目指すは、南西の砂漠にあるサマディエ王国よ。いやー、いいね。いいね。ルーラが使えるようになったよ。サマディ王国。なんか関所通っていかんといかんって言ったよね。おし。この辺にはあれか。馬を呼ぶようなのはなかったんか。こっちの、あ、サマディ地方あっちか。日の乃木火山は結局いかんかったんかな。見えねえ。あっこが日の乃木火山やったよね。またなんかそのうち行くようになったりとかするんかな。あ、とりあえずあそこか。あそこに馬を呼ぶ場所が、馬を呼ぶ鐘があるけん、そこで一旦馬を呼んで、よいしょ。危ねえ。絶対落ちるよね。絶対落ちるよね。さあ、おいで。おし、来たわ。え、こっちやったっけ。あ、こっちか。こっちしかないか。一本道やもんね、あれ、思いっきり。あのちっこい白い精霊みたいなものがものすごく気になるんやけど。これまた取っとこ。なんかキラキラしちゃったら気になるよね。あ、そうよ。そういえば、そういえば、ちょっとキャンプ場この辺でさ、火事を。あ、なんかレベル上がった。これまでの冒険によって火事技術が向上した。集中力が10ポイント上がった。上下打ちの特技を覚えた。上下打ち？上下打ちを使うと上下の2マス分を同時にやや強めの力で鍛えられます。へぇ。手加減打ちの特技を覚えた。手加減打ちを使うと半分の力で叩くことができます。細かい調整をしたい時に便利です。ほう、それじゃあアクセサリーを。指アクセ、金の指輪。おーし、作ってこう。これで、なんかいろいろと調整が必要なの。これは手加減した方がいいの？普通に？
は、全然いけー。もう一回普通に叩いてるの大丈夫かな。おいし、あ、ぴったりー。え、ぴったりーで、次こっちか。じゃあこっちもそのまんまいける。は、あ、これ待って、手加減。お、ぴったり、やったねやったね。え、これで仕上げる。はい、仕上げてください。完璧じゃないこれイエーイ。あ、やった、金の指輪プラス3、プラス1以上って言ったよね。めっちゃいいのできたやん。あゆな、金の指輪プラス1装備袋に入れた。お、打ち直しの宝珠2個。さあ、これであのおじさんに、お、大当たりヒッター、不思議な火事でプラス3の装備品を作成した者に送られる称号。なんかあの行商人の人ってキャンプ場に必ずおるん。でもさっきまでおらんかったけど、キャンプ始まった途端におるんよね。何、ストーカー。サマディ王国はアユナ様にお会いする前少しだけ立ち寄りましたが、ホムラより人が多く楽しい場所でしたわ。なんかハープ聞くようやけど。サマディ王国へ無事に着いたら少し息抜きをしてくださいませ。さぞ大変な思いをしてきたでしょうから。いいね、なんかキャンプこういう話が聞けるの。いろいろアクシデントに巻き込まれたけど、私の魔力はちゃんと戻ったし、若さも手に入れたし、結果オーライだったわね。若さとかじゃないよねそれに悪い魔物を退治するのは気分がいいわ。まあ、ホムラの里の人はのんきすぎて存在に気づいてなかったみたいだけど。なんかそれ体痛くなりそう。七色に輝く退治の枝か。なんだかうさんくさい話だが、今はそれにかけてみるしかなさそうだな。それじゃ、命の大樹の枝があるという南西のサマディ王国に行ってみようぜ。何をしますか。あ、一応ってまた敵と戦ってないよね敵と戦ってないよね。じゃあとりあえず届けに行こうか。ルーラー、コムラの里。あ、ここのキャンプも、キャンプにもルーラーで行けるんよね。あ、馬だけ残していった。馬は連れていけんの。おし、到着。え、これってさ、今もう夜なんやけど、あのおじさんおるかな。こっちの方向やったっけな。温泉あ、温泉のなんか向こう側やったっけ。よいしょー。あれ、酒場やった全然違った。あんたたちのターゲットは命の大樹なんだな。命の大樹の枝なら、こっから南西の方にあるサマディ王国の城で見たことがあるぜ。しかしあれはサマディ王家のものだ。どうやって手に入れるつもりかは知らんが、ま、頑張ってくれよ。あ、やっぱ夜の方が人が、いっぱいいますね。あのおじさんじゃないよね。温泉はこっちか。え、ここ?ここじゃない。こっちか。こっちの奥か。こっちの奥で。あ、一応なんか人のおる場所は一緒なの?あんなとこに樽とかある。うぃー。美しそうを手に入れた。見つけたらすかさず割る。男湯。虫風呂に入るための服を着替えた。で、なんか向こう側に抜けるんじゃなかったっけ。こっちこっち。うわ、びっくり。え、この人着替えてないやん。くぅ、この暑さ、滴る汗、この里に虫風呂なんて、まさしく俺のためにできたようなものだな。あんちゃんもいい汗かいてるか?男は流した汗の数だけ強くなれるんだぜ。
で、この奥ん、全然、なんか女の人おった。え、ここはどこ？ここじゃ、こっち側？いや、女湯ですよね。女湯ですよね。これってクエストの人とか探せんかったっけ？クエスト。地図メニュー。あ、クエストメモ。引き受けた依頼、困っている人を確認。あ、これこれこれ。あ、これなんか、他にもあるみたいな見えるんやね。え、酒場やん。え、もしかしてさっきダラッとした感じで座っとった、おじさん？もう、もう、酒場ね、酒場。外に出ます。わざわざこんなところまで来てしまった。なんなの？お酒飲んでるの？お酒飲ん、え、こっちやったっけ？ここまた違うやん。え、ここ？こっちか。あ、場所はあっとんか。で、酒場、これやね。え、これの、あ、こっち？外側？こっちじゃない、こっちや。あ、向こう側から出れるってことか。あ、そっか、そういえばあっちもなんか、ここも扉よねって言って出て行きよったとこ。あ、あの人。いたわ。お、待ってたぜ。金の指輪プラス1以上用意してくれたかい？プラス3よ。おお、いい出来じゃないか、この指輪。あんたの頼んで正解だったぜ。こいつは礼だ。持って行ってくれ。クロスブーメラン。武骨な鍛冶屋に頼まれ、不思議な鍛冶で作った金の指輪を渡した。不思議な鍛冶ではアイテムの作成や強化ができるようだ。クロスブーメラン。誰か装備できるんじゃない？てか、女の子たちはどう？弱いんじゃないの、まだ。ムチ。ムチの方が強いけど、あ、でも何？攻撃魔力とかがあるのか。セーニャは？あ、間違えた。装備外した。装備外、何あれ、かわいい。あんな素敵で戦いよ。青銅の槍。じゃあ、この二人のどっちかが、クロスブーメラン、弱。ってことはもう、あ、こっちは外すじゃない。つけれんのやね。クロスブーメラン、神しか身につけれんけど、弱くなる。あ、すげえ、なんか見た目がかっこよさげ。かっこよさげ。ブーメランやったらあれか、全体攻撃になるんか。おし、さあルーラでまで。そして、あれ、金か。あ、夜になったらサッカー死体とか出てくるんやね。横を普通に。おし、これでなんかピキーンってなったけど、なんかピキーンってなったけど気にせずに。お、びっくりした。夜になったらあれ青白く現れるの、ちょっとびっくりするね。こっちやっけ、こっち。方向違う。
方向違いますけど。どこだ、あそこから下、キャンプ場のところをなんか、どこ、こっちか。あ、なるほどなるほど、この橋を渡っ、はあ、この橋を渡っていくと、橋の上とか馬で歩きよったら落ちそう落ちそう。で、こっち、あれ、あれが関所ってことかな。へい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 、だーし、お兵士たっとりやん。おい、なんだお前たちは。こっから先はサマリア王国の領地、通行手形は持っているのか。持ってます。アユナはホモスベ通行手形を見せた。ふん、確かに通行手形に間違いない。よし、通ってよいぞ。早くのけよう。なんか渋々みたいな感じでお、サマディ地方に出てきたよ。え、行く場所はあれか。なんかいかにもな感じの、何あれ、魔導士魔導士。この辺調べれそうやけど調べれんよね、サボテン。入れるんかな、入れる、開くの、あれなんか扉閉まってない。ほい、来た。おー、すごい華やか。結構暗かったはずやのに。てかもう何、夜が明けてきたの何あれ、サーカス、さっきの。いいねいいね、盛り上がっとるね。すごい物珍しそうな。賑わってますねお姉様、なんだかお祭りが始まるみたい。お、お祭り、はは、なるほど。ここサマディは騎士の国と呼ばれていてね、城の裏のオアシスの上にレース場があるの。そこで馬のレースが行われるのよ。前にここに来た時、年に一度特別なレースが開催されるって聞いたわ。きっと今はそれで賑わってるのよ。競馬ですか、ふん、馬のレースも面白そうだが、俺たちの目的は大樹の枝だからな。忘れんなよ、おちびちゃん。おちびちゃん。何をノリが悪いわね。はいな、あんな奴はほっといて、この街を楽しみましょう。まあ、観光も大事ね。すごいなんか難しい顔しとったけど。サマディ城下町。なんか盛り上がっとるね。あら、あなたもサマディが誇る強くてかっこよくて高貴で優秀なファーリス王子の勇姿を見に来たのね。けど残念ながらお会いするのは無理ですわ。お会いしたこと、ん？だって大ファンの私たちですらお会いしたことないんですもの。あ、一緒一緒。あ、うんうん、わかるわ。うんうん、わかるわって。こっちにピンクの人が。お、いたいた。おじさん。いやー、この王国には珍しいものがたくさんありますな。いくらお店を回っても飽きませんよ。え？珍しいものの中に大樹の枝というものがなかったかって？そういえば、サマディの国宝にそんなものがあると聞いたことがあります。王様に聞いてみればわかるかもですね。王様は中央の階段を登った先のお城の中におわしますよ。何あの人、めっちゃ責められよりやん。この人ったらどんくさくって、さっきから馬の糞を踏んでばかりなの。せっかくの旅行が一台無しよ。こんな馬臭い人と一緒に歩きたくない。どうせ付き合うならファーリス王子みたいなハンサムで何でもできる彼しかよかったわ。ひどい言われようやね。この国馬が多くてさ、うっかり落ちてる糞を踏んづけてしまって彼女の機嫌を損ねちゃったんだ。頑張って大金をはたいて旅行に来たのにうまくいかないものだな。もう踏んだり蹴ったりだよ、とほほ。なんかすごいうまく言いました的な薬草を手に入れた。こういう町に来ても町に来てもしっかりと壊して取っていく。あ、この辺もやん、商品の一部かと思ったよ。サンドフルーツを手に入れた。中央の階段を登った上にあれか、お城。
もうこの人ったら馬のことばかり。いい馬だ。あ、この下に。おー、ほんて、馬おるおる。へぇー。私の馬も参加できる？参加できる？優秀な馬しか無理とかかな。ススって入っていけるもんなんやね、城の中。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。